それではここからは私武田が進行を務めさせていただきます。続いてのプログラムはセッション1でございます。本セッションのテーマはインダストリー 4.0 の最前線からでございます。プラットフォームインダストリー 4.0 ドイツにおける新しい試みと題しまして、プラットフォームインダストリー 4.0 ヘニッヒ・バンティエン事務局長にご講演をいただきます。それではバンティエン事務局長お願いいたします。So, Mr. Henning Bantian, please. Thank you. Sehr geehrter Herr Okamura, Okamura-sama, Kasutani, Kastani-sama, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung. 招待していただきましたことを心より御礼申し上げます。今日この場でスピーチすることができ、大変嬉しく思っております。そしてこの後パネルディスカッションも楽しみにしております。Dr. Sheremet がもう申しましたように、ドイツにおきましては大変抜群のスタート位置にドイツがあるということになります。インダストリー 4.0 に向けて好スタートを切っております。私どもはなぜと申しましても、技術的、そしてまたものづくりの力が、そしてまた IT の産業分野におきまして、こういったものの力強さを融合することができます。これが大きなしっかりとした土台となって、中小企業にとって、そしてまた企業にとって、また従業員にとって、これからまたインダストリー 4.0 を推進することができると思います。そういった意味で、ドクター・シェルメットが申しましたように、ドイツにおいてこれからデジタル革命を調整していったらよいのかということが重要になってきました。そのためにプラットフォームインダストリー 4.0 が創設されました。今日私はこのプラットフォームインダストリー 4.0 を代表いたしまして、組織を紹介したいと思います。新しいプラットフォームインダストリー 4.0 のこの組織でありますが、とにかく重要な社会、政界、学術界のプレイヤーをまとめていくということです。そしてインダストリー 4.0 というテーマを一緒になって考えていくということ。と申しますのも、さまざまなプレイヤーですね、こちらの方の写真見ていただけますが、こういった人たちを束ねていくのが私たちの役割です。そして私たちが創設されましたあと、これから重要な点として、これからさまざまな変革が起こっていくわけで、それをしっかりとフォローしていかなければいけません。ドクター・シェルメットが申しましたように、私どもはそのために提言をまとめております。この提言をまとめるというのは、企業に対し、そしてまた政治界に対して、政治に対して行っております。政治がこれからソリューションを提供していく中で、しっかりとした重要な適した枠組み条件を政治が作っていかなければいけません。さまざまなソリューションがさまざまな省庁から提供されて、そしてそれが企業にとって最適な条件を作っていかなければいけないのです。そして中小企業も動員していかなければいけません。この変革の中で中小企業を一緒になってやっていかなければいけないのです。それからまた私たちは公的なプレゼンスを上げていかなければいけません。ドイツの社会においては、なぜこの変革が起きているのか、そしてこのチャンス、変革が大きなチャンスをもたらすということも分かっております。このスライドを見ていただきたいと思いますが、私たちが行っている活動のもう少し具体化されたスライドになっております。私たちは先ほど言いましたように、プレゼンスを上げていかなければいけません。社会の中で、そしてまたメディアの中で、新聞やまたテレビの中で、インダストリー 4.0 がテーマ化されていくということが重要です。そうすることによって、企業、社会の中でインダストリー 4.0 が大きなチャンスを持っているということを理解していかなければいけないんです。当然のことが、インダストリー 4.0 には課題もあります。しかし、インダストリー 4.0 は大きなチャンスをもたらすのです。つまり、ドイツの中においても、私たちは調整役として、さまざまなドイツ
ツのイニシアチブの人たちと働いていかなければいけません。ドイツのみならず国内外の協力も推進していかなければいけません。大変嬉しいことに世界各国からドイツを今訪問するデリゲーションがいらっしゃいます。ドイツでインダストリー 4.0 がどういったことになっているのかということを視察するためです。そういった意味で私たちはこれからも国際協力を推進することができると思っています。そして先ほど言いましたように私たちは提言をまとめています。具体的なソリューションの提言を行っています。これを企業そしてまた政治に対して提言を行ってどういった行動を取っていかなければいけないのかということをまとめています。Angebot im politischen Raum führen, そのような私たちの提言を受けた受け政治がソリューションを提供していくわけです。それでは中小企業がその本当にサポートされていくためにはどうしたらいいのでしょうか。私たちは例えば今日のようなさまざまなイベントも行っております。ドイツには商工会議所がたくさんあります。各地域に商工会議所があります。そういったところと協力をし中小企業を招待し、そしてインダストリー 4.0 が何なのか、そしてユースケースがどういったものがあるのかを紹介しています。中小企業の人たちを紹介し、またインダストリー 4.0 を議論していくということが重要です。中小企業の間での協力関係も生まれてきます。このような形でプラットフォームインダストリー 4.0 は働いています。今申しましたように、とにかく私たちの重要な課題の中には企業のニーズに応えていくということがあります。さまざまなプレイヤーをまとめていきます。しかしその中でも中心となりますのは企業のニーズであります。企業です。ここにおいて私たちはとにかく企業を重要にしていこうと思っています。それからまたプラットフォームインダストリー 4.0 は中心的な窓口になってインダストリー 4.0 を対応しております。例えばドイツにおいて私たちの電話のところに電話をすれば、そうするとインダストリー 4.0 についてのさまざまな情報を得ることができる仕組みになっています。私たちはそのためこういった形でさまざまな作業をしておりますが、作業を進めていく中でも透明性を高めていき、そして多くの人たちを参加させていく必要があると思います。この変革のプロセスをみんなと一緒になって行っていかなければいけないのです。そして透明性を高めていかなければいけません。そうしなければプレイヤーの人たちも一緒にやっていこうと思わないわけですね。実際に私たちは多くのプレイヤーパートナーと一緒に協力を進めております。そのような中でさまざまな関心をまとめていくと、そして多くの参加者も取っていくということが重要になってきます。コミュニケーションをしていくときに私たちはメディアともコミュニケーションを取っています。そしてインダストリー 4.0 に関しての重要なメッセージを発信しております。そうすることによってインダストリー 4.0 がチャンスをもたらすのだということを重要なメッセージとして私たちはメディアの方に発信しています。このチャートが私たちプラットフォームインダストリー 4.0 の構造になっております。すべて細かいところを見ていただく必要はないわけですけれども、組織構図が見ていただけます。一番上のところですが三角形のところ、こちらの方が2人の議長ですね。経済大臣ガブリエル大臣、そしてまたワンカ大臣、学術研究大臣であります。そしてさらにまたロスフォーム氏など大変重要な企業からの代表者もこの三角の中に入っております。そしてまた IG メタルという労働組合のトップ代表者も、それからまたフランクホーファーという研究機関ですねの代表者も入っております。左側にスタリングコミティを見ていただいておりますが、この運営委員会でありますけれども、これが私たちのプラットフォームの中核になっていきます。ここで提言がまとめられていきます。そして提言の元となるのはアイデアは下にありますワーキンググループの方から上がっていきます。ワーキンググループのメンバーですがほとんど企業であります。企業はたくさんノウハウを持っています。
真ん中は戦略委員会があります。ストラテジーコミティ、Das ist der Ort, ここは in dem die Verbände noch mal mit dazukommen, 業界団体、あるいはまた各省庁、ドイツの州政府、こういったところがインダストリー 4.0 を実現するために重要なプレイヤーとなっていきます。当然、ドイツの中央政府も張っております。政治的にどのようにしてインダストリー 4.0 を進めていくのがいいのかということが考えられます。一番下になりますが、事務局になっております。ここが私が今日代表していますin unserem Selbstverständnis ist auch, そしてまた重要な点ですが、右側にあります2つですね、左側ですね、こちらの方がですね、競争をする前のさまざまな活動であります。企業が競争する前の段階で協力をしながら、競争する前の段階で協力をしながら、提言をまとめていくということ、そういう作業を進めていきます。しかし、提言は実現されていくのは企業であっていきます。右側ですね、具体的には例えば標準化作業が右側で行っていきます。例えば DIN というの企画があるわけですが、こういったものは私たちのプラットフォーム以外のところで行われていきます。私たちはこのようなプラットフォームのストラクチャーが出来上がったということを大変嬉しく思っています。約200のプレイヤー、そしてまた100の団体などが入っております。機械、そしてまた電気業界団体、そしてまた企業などワーキンググループで企業が働いております。そしてまたフランホーファーという研究機関、ヨーロッパでも最大級の研究機関であります。 IG メタルという労働組合も入っております。世界でも大変に重要な役割を担っている IG メタルという労働組合です。このようなプレイヤーを集めることによって、私どもプラットフォームインダストリー 4.0 というものが大変機動的に機能する組織となっているということが言えます。それでは具体的に、じゃあ私たちはどのようなことを行っているのか、ワーキンググループが何をしているのかをご紹介したいと思います。私たちのこの5つのワーキンググループですね、ワーキンググループ1でありますけれども、これはリファレンスアーキテクチャ、標準化企画 をテーマとしています。2つ目は研究イノベーション、ワーキンググループ。3つ目はネットワーク、システムの安全性。4つ目は法的枠組み。そしてワーキンググループ5つが雇用というテーマと従事しております。それではそれぞれのワーキンググループが何を具体的に行っているのかということをご紹介させていただきたいと思います。ムンツさんがこの後もう少しワーキンググループ1、ラミについて具体的に紹介をしていくと思いますが、ワーキンググループ1というのはラミ 4.0 モデルの開発を行っているところであります。言葉を、言語をここでまとめていくのです。言語と申しますのは機械と機械がどのようにしてコミュニケーションを取っていくのかという意味での言語であります。そしてこのラミ 4.0 のモデルを具体化して発表していっております。そうすることによって最終的には具体的にのドイツの DIN という企画の中にすべてこの DAM 4.0 のモデルが入っていくことになります。そして私どもは標準化ということで、世界にもどのような標準化がいいのかということを発表していきます。これからもインダス 4.0 を進めていく中で、どういった標準が必要なのか、企画が必要なのか、そしてコミュニケーションがうまくいくのかなどということをまとめていきます。そしてまたテストファブリックですね、こういったことはプラットフォームの外で行われていく活動でありますが、私たちもこのテストベッドが推進されていくためには標準化ということが重要になってきます。そして2つ目のワーキンググループですが、研究とイノベーションになっていきます。今これから見てインダストリー 4.0 に向けてどういった研究が必要なのか、イノベーションが必要なのかということを模索していきます。そうすることによって企業が競争の前の段階で協力をすることができるわけです。将来に向けての戦略を固めていくことができます。そして例えばそれを元にして雇用の法律も変えていくことも必要となってくるでしょう。
Aber sie sind natürlich auch die Szenarien für die Kommunikation nach außen sehr interessant, weil sie sehr plastisch und plakativ darstellen, wie die Entwicklungen stattfinden werden. 4.0 に向かってどんな研究開発がロードマップとして必要なのかということが分かってくるわけです。この2つ目のワーキンググループは各省庁と一緒になって協力をし、研究とイノベーションのこれからの優先分野はどこなのかということを固めていきます。そうすることによってデジタル化がドイツにおきまして省庁からサポートされていくことができるわけです。こちらが安全性という3つ目のワーキンググループです。課題としては、中小企業のための IT の安全性というものを具体的に示し、そして例えば中小企業が 何を気をつけなくてはいけないのか、それを安全 IT の安全性という観点から、まあ行うということを示すということでありまして、コミュニケーションの安全性、そしてアイデンティティの安全性ということで、コミュニケーションにおいてそれぞれのアイデンティティを確立することができるということであります。そしてまたインタラクションの間におきまして、デジタル化したエコノミーの中、経済の中でそれぞれの参加者がどのようにコミュニケーションしていくのかということを行うものであります。そしてまだ企業はこれを十分には理解しておりませんので、これも非常に重要であるということです。次のテーマはワーキンググループ法的枠組みという4番目のワーキンググループであります。対象となる法的な分野としては民法等でありますけれども、あるいは情報保護法、あるいは PL 法、あるいは特許法などが対象となっているわけであります。そして最後に労働法が、まあ、主に5つの分野になりますけれども、このような法的枠組みの各部分においてどのような課題があるのか、立法者がどのような適用化をしていく必要があるのか、それによってインダストリー 4.0 にどういうふうに対応していくかということを検討しております。それから労働ということに関して次のワーキンググループでは分析をしておりますが、ワーキンググループ5、仕事教育研修というものであります。そしてここの分野でもソリューションを提案し、そしてインダストリー 4.0 に対応するために、雇用者と非雇用者がどのように協力していかなければいけないのか、そしてどのような形で共同して課題に立ち向かうかということを検討しています。それから次のテーマでありますけれども、それぞれのプラットフォームが行っているいろいろなサービスに関してお話をしていきたいというふうに思います。シェルメットさんが先ほどマップのことを少し言及されましたけれども、ここでもう一度見ていただきたいと思います。207の実施例をマップにしておりまして、いろいろな分野のがミックスされております。ジーメンスとかボッシュなどの大企業も入っておりますし、そして小企業、中規模の企業も入っております。このような実例を具体的にマップの形にいたしまして、例えばいろいろな丸がありますけれども、この丸をクリックいたしますといろいろな実例を見ることができます。そしてまた検索も分野別の検索などもすることができますし、そしてそれぞれの丸の中にはいろいろな情報、企業の電話番号であったりとか、いろんな情報を見ることができるということです。次にご紹介するのは、私のこのプラットフォームがやっておりますいろいろなイベントでおりまして、インダストリー 4.0 に関連する実践的な議論をしているということであります。そしてこのようなことによりまして、各企業に対してインダストリー 4.0 にアプローチする道をつけるということであります。それから次のテーマでありますが、テストベッド実験
現状プロジェクトであります。具体的にインダストリー 4.0 というものを行った場合どうなるのかということを実際にやってみる、見てみるということがこの実験上のプロジェクトで可能になっております。情報を得たり、そして実際にどのような状況になるのかということを見ることができるということです。つまり実際の投資をする前にテストをして見ることができるということです。これはプラットフォームのスピンオフになっておりまして、このテストベッドを作って設定しているわけであります。でこれによりましてまたドイツにおけるインダストリー 4.0 も世界に向けて情報発信をしていくということもしたいというふうに思っているわけであります。でこのインダストリー 4.0 のラブスネットワークというウェブサイトが左の方の左下の方にありますけれども、こちらをクリックいたしますといろいろな情報を見ることができまして、自分の関係する自分の企業の関係する分野の実験がどのような状況になっているのかということも情報を得ることができます。さて先ほど私どものプラットフォームに関しまして、メディアでいろいろな報道をしていただいているということを申し上げました。これによっていろいろな企業のモチベーションにもなりますし、情報を発信することができるということですが、私ども去年の秋からドイツで大きな IT 会議をしておりました。ということでこの会議に関しましてもいろいろなメディアで報道をされておりまして、左の方の左の下の方にそのいくつかの例が示されております。でこのような記事によりましてインダストリー 4.0 がどのようなことをしているかということが公にこう報道されるわけであります。さてそれでは最後でございますけれども、いくつかインダストリー 4.0 のドイツにおける現在の実施例に関しましてお話をしたいと思います。皆様日本でも多分似たような実施例があるのではないかというふうに思いますけれども、まずはボッシュ社の実例をご紹介したいと思います。これは非常に近代的な、代表的、これこそインダストリー 4.0 の代表例だというふうに言える大変高度にネットワーク化された、そしてデジタル化された製品を製造をしているという現場であります。ボイツは非常に多くの投資をいたしまして、工場の従業員全員に対して情報を発信し、そしてその人たちが全員この新しい工場は何をやっているところなのか、どういう意味があるのかということを知識を浸透させるということを大きな投資を行って徹底させております。次の例でありますけれども、ボッシュの例というのは非常に大きな企業だったんですけれども、これは小さい木材加工のいろいろな家具などを作っている工場であります。20人の従業員、そして地方にある地球でありますけれども、ロボットを買いまして、これはお客様のさまざまな細かい要求に対応できるような製品を作っているというものであります。お客様の方から直接データを受け取ってロボットに投入し、フレキシブルに、そして個々の細かい注文に対応できるような製品をしているということであります。そして小さな企業でありますけれども、高い品質、そしてまたコスト的にも品質に対して比較的低い価格で製品を作っているというところであります。 ABB というのもこれも大きな企業でありますけれども、インダストリー 4.0 ということに関しましては非常に世界的にも非常にアクティブに活動しております。ドイツ国外でもいろいろと活動しているところでございますけれども、ここではご紹介したいと思います。このプロジェクトというのはマシンと人がコラボレーションできる保護策が不要なプロジェクトでございまして、人間とロボットがコラボレーションできる草案ロボットであり、また保護枠を使わないでも人間と一緒に
働けるという例であります。そして上にございますように従業員をサポートしたり、今未来のデジタル化された製造現場の中でこのような形で特に特別な教育を受けていない人でもこのような形でロボットと一緒に働くことができるという、そういった例であります。次の例はティステンクルップでカムシャフトの製造現場でありますけれども、こちらの工場ではすべてのワークがデータチップを持っておりまして、そこにデータをデータを入れまして、それをデータを持った形でワークが工場の中を動くというものであります。でこの製造ネットワークでありますけれども、サイバーフィジックシステムの非常にいい例であるというふうに思います。つまりバーチャルの世界、バーチャルのレイヤーとそれからリアルのフィジカルな実際の製造というレイヤー、これがこの工場の中で統合されているというものであります。そしてこのデータ全体が世界中からアクセスできるような形になっておりまして、前工程、後工程のコーディネーションが非常によく取れるというものであります。次の例はいわゆる予測的メンテナンス、プレディクティブメンテナンスというものであります。皆様も多分ご存知だと思いますけれども、これはインダストリー 4.0 の非常に興味深い視点の一つだというふうに思います。つまりそれぞれのマシンをオンラインでリアルタイムで観察をし、そしていつになったらメンテナンスが必要なのかということを予測するということであります。つまり何らかの問題が出る前に、そういった問題が発生する前に予測的にメンテナンスの必要性を知るというものであります。それによってコスト的にも、そしてまた作業の効率も非常に効率が高いものになるというものであります。さて最後に2つ写真をご覧いただきまして、皆様、これ2つの写真なんですけども、左の方がこれが2009年のローマ法王が選出された時の写真でありまして、右の方が一番新しい方が選ばれた時の写真であります。つまり、その前の法王の時、つまり5年前の法王選挙の時はスマートフォンは全然まだ現れていなかったんですけれども、最新の法王選の際には非常にたくさんのスマートフォンが使われていたということであります。こういった形で技術的な革新がいかに私どもの生活に影響を及ぼすかということをご覧いただきました。皆様ご清聴ありがとうございました。Thank you for your presentation. 坂田事務局長、ありがとうございました。